三ス県連は、日本の南北朝時代の武将、周氏宮方として戦い、その活動の一端は、太平記に三角入道として記されている。昭平10年3月12日京都桂川で戦死。岩見国三ス二2月桶を逃れ戦場山によりたまう。後醍醐天皇のもとに馳せさんずる昭平5年8月、足利高氏の命を受けた。 こうしたい引き入る2万3千余期の大軍を迎え撃って、ここだか、城山三隅城にこもれる、県連以下の小卒は1 0余日の激戦の末これを撃退する。将平9年5月より軍を起こし途中の敵城を落とし入れる。将平10年1月入京して、勝利を南朝にそうする。同年3月12日落中桂川にて、壮烈な戦死を遂げる。 大正15年9月生5位を賜る。昭和12年4月社伝春行し、鎮座大祭を執行する。県連が終始南朝方だった景気の一つに、奈良の新言州繁野寺本省民格が、岩見地方に来て協化したことが挙げられる。その民格について仏門に入り、新章という方法を得ている。昭平10年、京都落中の戦いに倒れた、県連は、 自分の墓は東に向けてくれと遺言,言したので、母舎の五輪塔は東向きの墓とも呼ばれている。地方史学者、藤岡大説の著書、山院の武将では、県連に関する書物という項目で以下の出典が挙げられている。だが、記述はほとんど同じで、種本は三隅一族勤能辞席であり、大半は三隅の郷土史や、 木村万水の執筆で県連を世に出した功績は大きいが、その著述に利用した資料や文献は明記されていないが、出典不明な部分を削り取ると、三隅県連の人物像は全くと言って良いほど書けなくなってしまうとのことである。五輪党説明版田尻左辺、造意所見伝蔵法番上特使造意年表 B49 三隅神社賞五輪党説明版参院の、 武将 P77 から78こちらでは、県連が南朝についた理由の一つとして、元に備えた追記費用などで疲弊し幕府や、マスダ氏本家への反発があったとの説あり、ありがとうございます。